こんにちは、ルルです。本日もよろしくお願いいたします。ぜひ最後まで見てくださいね。それでは動画スタートです。本日は最近紹介したアイテムを使ってアートします。ぜひゆっくり見ていってくださいね。こちらのテラコッタジェルはこちらの動画でご紹介しています。こちらの動画もぜひ見てくださいね。こちらのテラコッタジェルはザラザラしているのに伸びがいいので全体に伸ばしやすいですよ。硬化して2度塗りします。2度塗り目は硬化せずにシリコンブラシで模様をつけます。模様がついたら硬化します。他のチップに違うデザインをします。硬化します。硬化後ミラーパウダーを塗ります。余分なパウダーを落とします。アイシングジェルでラインを引いて硬化します。硬化後ミラーパウダーを塗ります。余分なパウダーを落とします。
他のチップに違うデザインをします。こちらのフレークパウダーはこちらの動画でご紹介していますよ。ぜひ見てくださいね。クリアジェルを筆に取ってフレークパウダーにつけてチップ全体に塗ります。硬化します。ノンワイプトップコートを塗ります。硬化します。ミラーパウダーがつかないようにエタノールで拭きます。テラコッタジェルで囲みます。硬化します。硬化後、ミラーパウダーを塗ります。余分なパウダーを落とします。結晶のパーツを真ん中に置きたいのでウッドスティックでカーブをつけます。クリアジェルでパーツをつけました。硬化します。こちら以前の動画で作ったカラーボールです。こちらの動画でご紹介していますのでぜひ見てくださいね。
2番目に作ったデザインにカラーボールを置きます。ゴールドのブリオンも置きました。硬化します。他のチップにはゴールドフレークをつけます。ホワイトフレークと同じ動画でご紹介していますよ。硬化します。ノンワイプトップコートでコーティングします。真ん中のテラコッタジェルのみのチップはテラコッタジェルがノンワイプなのでコーティングしませんよ。硬化します。こちら使ったものです。ダストブラシは100均です。こちらの動画でご紹介していますよ。完成です。テラコッタギャルはミラーパウダーとの相性良いですよ。ぜひデザインに取り入れてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。フォロー、いいねもよろしくお願いいたします。他の動画もぜひ見てくださいね。